高いルアーは安いルアーより釣れるんですか？いや、釣れるものもあります、釣れないものもありますね。人を釣るだけっていうものが非常に多いですからね。このルアーこんなすんぞって誰が買うん？でも買っちゃう人がいるんだよね、不思議だよね。はい、ディオのプラグは他メーカーに比べて安いのはなぜですか？あのね、自社製品だから 下が真ん中って普通あの OEM でどっかに頼むのよ、ルアーってね。ディオはそこに工場があってそこで作らせてるの、だから安い。いろんなメーカーのも作ってんだよ、うん。最近ルアーの値段が高くないですか？高いです。これね、一番高くなったのはアメリカのルアーですね。昔下手すると3ドルから5ドルぐらいで買えたものが今平気で10ドルしてるんですよ。10ドルからもっと高かったり、つまりね2倍になってます。でも日本のルアーは2倍までいってないですね。1000円が2000円に、みんなに今昔1000円だったものが2000円になってるかって、昔からだいたい1000円というのがなくてですね、一般的な価格がだいたい1200円ぐらいが一般的じゃありませんでした？今から20年前でも1200円というのはまあ基本的な価格でしたよ、ね。20年前で1200円、なんか今そこでも1800円とか取ってるメーカーありましたが、1200円でしょ。ってことはもう倍だとすれば今2400円ってことですね。それからすると、そこになってない。だから日本のルアーの価格はそこまで上がってない、ね。1200円が1500円ぐらいになったというのはありますがね、でもその程度で、今のところ収まってるってところですね。切り抜き動画見た皆さん、こちらの方ですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。